警戒色の例警告色は、生物が持つ派手な退色のことを言う。警戒色、危険色とも言う。主に有毒の生物に見られる色彩であり、捕食者など自分に害を及ぼす、他の生物に対する警告の役目を担う。動物、植物を問わず、さらには人間の社会生活にまで広く応用されている。多くの生物は、保護色を備えたり他のものに偽装する擬態を、 行うなどして外敵から身を隠している。それに対し警告色を持つ生物は、あえて外敵に目立ちやすい体の色や模様を持つことにより自身に手を出すと危険が及ぶぞと警告を発し、自身の安全を確保するものと考えられている。それらの多くは実際に毒を持っていたり、不快な味や匂いの元ととなる化学物質を含んでいたりする。これは あえて目立つことによって、外敵、捕食者に嫌な思いと退職を結びつけて覚え込ませることが目的であると言われる。つまり、最初に出会った時に手を出して不快な記憶が残ると、捕食者の攻撃意欲が低下し、警告側が捕食されがたくなるという戦略である。類似の現象としては、有毒な動物が目立つ姿勢をしたり耳障りな音を立てたりする例がある。 これらも捕食者に見つかりやすくなることで、相手に敬遠させることを企としたものと思われる。なお、用語としては警戒色が古く、現在でもこちらが広く使われるようである。しかし、英語のウォーニングカルレーションに対する訳語としては、不自然である点などから、現在は、専門分野では警告色を正しい訳語としている。警告色を持つ、代表的な動物には、天頭虫、 赤原イモリ、ヤドクガエルカ、サンゴウヘビ属、ヒョウモンダコなどがいる。このような動物の中には敵に襲われた時に特に目立つ部分をさらに目立たせるような行動をとるものがいる。例えばイモリやスズガイルは敵に襲われるとひっくり返り派手な色をしている覆面をさらけ出す。これは警告色の効果をさらに高めるための行動と考えられる。バチやスズメバチは いずれも黄色と黒の縞模様を持つ。このように有毒な種が複数いて、それらが共通した派手な色や模様を持っている場合、これらをミューラー型擬態という。これは複数種が同じ姿をすることで敵に覚えてもらうためのモデルの数が相対的に少なくて済み、また敵側が一体目に合う体験の確率も相対的に高くなることが利点であると考えられる。 また有毒ではないものの、有毒な動物の警告色に自分の体色を似せることで、撃退の効果にあやかろうとしている形態も見られる。これを、ベーツ型ギタという。トラカミキリや牛アブなどが、色や無用を蜂に似せ、あたかも毒を持っているように見せかけることに成功している。花アブは、どこにでも生息する大変身近な昆虫で、鼻に飛来したり、飛ぶ際に、 ブンブンという音を放つなど、修正や外見が蜜チと似ている。警告色で彩られた踏切安全色彩として利用されている。警告色は人間工学や身近な分野でも利用される。例えば、道路用の信号機では、停止を意味する色に赤を、もうすぐ停止信号に変わるを意味する色に黄色を用いる。鉄道信号の場合、赤は停止であるが、 黄色は注意を意味し、黄色を現時している信号機の先が停止現時、もしくは警戒現時である場合を示す。防災気象情報でも警報に赤を、注意報に黄色を用いる。赤は血や火などの色味で危険を連想させる性質があり、黄色は太陽光の色味に近く暗いところでもよく見え、注意を連想させる性質があることから、 様々な用途に使用されている。この他、赤と白や黄色と黒の組み合わせが用いられる例も多い。これは、白が赤さを引き立たせている点や、黒が黄色さを引き立たせている点に起因する。踏切、工事現場、工場で危険な機械が動作している。エリアなどでは、黄色と黒の組み合わせで危険区域であることを示している。また、豪雪地帯では、 道路脇に赤と白の組み合わせの棒を立てることで積雪の高さを示している。実数では安全色を規定している。2018年4月にカラーユニバーサルデザインを取り入れたものに改正された。ありがとうございます。